すいません、以前作った清水高専の配線跡歩きが長すぎたので端的にお伝えしたいと思います。改めて1984年の3月をもって廃止された国鉄清水高専、ご存知でしょうか。この路線、当時の鉄道マニアの間では大変有名でした。客車と貨車との混合編成というのもさることながら、清水美保間は 8.3 キロ、これ景勝地でもあります。そんな景勝地の路線において、なんと列車は1日1往復、まさに乗り鉄泣かせの路線として知られていました。そんな清水高専の廃線跡を歩いてきました。いやー、すごいいい天気ですね。どうもおはようございます。清水駅前に来てます。駅の南側なんですけど、かつてここをですね、国鉄時代清水高専という極めてレジェンド的な鉄道が走っていました。富士山がめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。おお、素晴らしい。多分ここが廃線跡じゃないかなというふうに思われます。ここはちょっと行くと、清水港ですね。車輪発見です。ああ、よかった。ちゃんとありますね、清水高専跡地って。1日1往復しかしてないのに。いや、嬉しい。運行当時、まずはちゃんと遺構が残っていたことに感謝しています。いや、もうこれだけで来た価値はあるっていうものですね。港の公園に来ましたね。このクレーンもいいですね。これ本当いいですね。重要な、これも鉄道貨物施設ですね。ちびまる子ちゃん、すごいな。ちょっとパワー来てますよ、これ。そして清水高専というと、巴川可動橋、船の通過時にはこの橋が上に上がるんです。ここですね。ここが巴川の橋の跡だと思いますよ、きっと。ここがちょうど鉄橋の跡で、ここがコンクリートの柵がですね、ちょうど途切れてますんで、ここが多分巴川の橋の跡だと思われます。これ見てもみんな全然面白くないですからね。当時の、写真をこちらです。こんな感じです。いやいやいや、素晴らしいですね。三春橋、今ここまで来たんだ。半分以上来た感じかな。すごい、旧美保駅まで 3000m。 ちょっとした緑地帯があります。緩やかな左カーブを描きながら、また案内が、旧美保駅まで 2500m。 なんでこれ2つも。ここちょうど北上するところ、これ散歩道としては最高かもしれませんね。いろんな廃線跡歩きってやってる方多いですけど、おそらくあと1キロ強で終点の美保だと思うんですが、旧美保駅まであと 1000m。 で、正面に富士山、もうロケーションは最高ですね。うわー、ちょっとこの向こうに機関車がありますね。ここが後ですね。ちょっと待って、どっちを先に選ぶか。こっちはホーム、こっちは機関車。ホーム、いや、ホーム行きますか。いやー、美保駅のホームです。じゃあここにレールがあったってことですね。いやー、ちょっとやっぱり駅の方からアプローチをしよう。駅前の広場になるわけです。旧美保駅とあります。1984年に廃線になった美保駅のホーム、で、何かこれ木があるし、成長しちゃったんですね、きっとね。
こうやって見ると1日1回の乗客のためにそれなりに幅のある立派なホームがあったわけですね。ホーム幅5メートルあります。そしてホームの長さも、まあ、3両行けますね。混成列車だったので、私が乗った時は客車2両だった気がするんですけどね。だからここから乗ったってことですね。思った以上に形が残ってて嬉しいです。あ、ここがメインの入り口か。こちらの階段からだ、なるほど、はい、ここに津波の避難所ができているので、駅前ちょっと閉ざされましたけど、ここがメインの入り口で、こちらが美保駅のホームになります。貨車がありますけど何を運ぶんだろう、アルミナ専用って書いてある。アルミナってのがアルミの原料なんですかね。アルミタンク車だって。清水高線を走り続けたアルミタンク車。改めてこの美保駅なんですけれど、こちらのプラットホームとその奥に見える富士山、もう最高のロケーションのもとにですね、美保駅というのは1日1回だけお客さん運んでたということになりますね。これ駅があって、そして富士山。このドン付きに駅があって、でこちらは富士山。神の道ね、神の三保の松原まではここからさらに2キロほどあります。素晴らしい廃線跡歩きになりました。よろしければ30分強のフルバージョンもありますので、ぜひご覧になってください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。